Bridge. ゼーレと出会ったのは冬だったとブローニャは覚えています。
地面に足がついてる方が安心だね。 過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。 決戦の時が来た。 全身よ
背中にある剣は少しも重くない。暖かいよ。やっぱり地面に火がついてるから安心だね。審判の時は来た。アイちゃんビーム。こういうタイプの敵はとても手ごわいの。アイちゃんが戦闘離脱について説明するね。班長、戦闘中はよく四方を観察してね。丸く青いイグジット標識があるかもしれないよ。標識に近づくとここから離れよ。こういうタイプの敵はレベルが高くなったら挑戦しよう。班長と一緒にいると安心します。ちょっと不安かも。私を相談した。
世界を守るために戦う。決戦の時は来た。真っ暗な空を燃やし尽くし、光をより彼方に届ける。俺たちは真っ暗な空を燃やし尽くし、光をより彼方に届ける。
を守るために戦うよ。いや、ここにあり。私の番だ。審判の時は来た。美しい世界を守るために戦うよ。
的な恨みには。戦場にとハッカーズタイム、やっ、はっ、はっ、はっ、任せる、はっ、スパイクの運を超えてくる、はっ、心を鞘に、利権を培う、正義は意のままに、
代理隊長ブローニャ、指示を。重装ウサギ0019起動。ハッカーズターン！
ブローニャ、戦場に到着。
到着しました。
陣を。沈黙。
命と向き合うと決めました。
私の口数が他の人よりも多い？多いのが正解なの。私は真面目に準備してたんだから。説教したいわけではなく、ただ他に伝え方がないだけです。過去の過ちで私は今も苦しんでいます。あなたにはそんな風になってほしくありません。ちょうど今あなたに合う曲を考えていたところだったの。
できるね。やるべきことがたくさんあるけど、焦りは女の子にとって敵よ。優雅さを保ちながら楽しく前へ進みましょう。大丈夫だった？私に手伝ってほしいことがあるならいつでも教えて。
できるね。あなたの旅に輝く星々がありますように。あなたの残す足跡に咲く花がありますように。あなたは神様の贈り物。世界はあなたの存在で美しくなる。私の話を聞きたくなったら庭にいらっしゃい。私はあなたを待ってるわ。
因果を受け入れた人にだけ未来の扉が開かれる。情熱的すぎると思ってるかもしれないけど、そう驚かないで。それが彼女の誠意の表れなんだから。何のためにここに来たか思い出しましょう。あなたが答えを見つけることを信じています。
いいかしら。アリアとかはどう？スケジュールはいつだってあなたのために開けておくけど、私の番？残念、今
回のセリフはまだ考えていないの。許して、次こそサプライズを用意するから。行こう。またみんなと手合わせできるね。よし、そろ献身の道を開きなさい。長い旅の中においてあなたは一人じゃありません。初心に帰り、動揺しないことです。進み続けましょう。ここで足を止めてはいけません。
里の道を行き、友達を作る。またみんなと手合わせできるね。よし、知れないけど、できるね。できるね。Sorry, I kept you waiting.
ーと手合わせできるね。出発して、どの葉にも新たな文明が誕生し繁栄し、最後は滅亡する。それに比べて人の命は瞬く間に過ぎない。またみんなで手合わせこの典型の刻印が君に進むべき方向を教えられることを願っている。またみんなと手合わせできるね。そろそろ本気になるよ。面白いことをしましょう。
された瞬間からあなたは禁忌の境界線を越えたわ。ならばどうしてもっと深入りしてみない？こんな綺麗な空をゼーレにも必ず見せてあげます。ゼーレ、お姉ちゃん約束を忘れないでね。はい。
ブローニャは忘れません。